特撮ボイスヒストリー空色のコンタクト。おはようございます。さあ、ヒアポー、シュアポー、梅雨明けました。明けたよ、おめでとう。カラッとカラッと、真ん中のだけでいいよ。ちょっとね、前との入館証が気になるんですけどね。なんですか、おしゃれですか。あ、ない、あ、ないけど、もごもごすな。朝なんだよ。さあ、本当に夏、もうカラッとした夏の天気になりましたよ。ねえ、釣りしたいな。俺こっちの方が好き、マジで。なんか。え、このカラッとした感じ？うん、まあ湿気ね、梅雨よりはね、全然こっちの方がいいよ、ね。夏だし、なんか気持ちいいよ。でもまだね、セミはね、音聞こえないね、まだ今この。嘘言ってるよ。あ、前方からセミが。前方からちょっと鳴くのは下手くそなセミがいますね。もう死にそう。八日目の。そう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 。何歳？え？何歳？31歳。地上に生まれて31。じゃあ今日はこの1、2、3、4、5、6人で有吉さん盛り上げていきたいと思いまーす。じゃあ。なんだ、へへ、もう一回言ってよ、何したいって言った？え？釣りしたいな。どうしたどうした。ちょっと珍しい、あの、あるものが限界なんだよ。人間のね、人間のあるものが限界来てるんだよね今。なるほどね、俺が一番苦手なやつだ。だから今俺ちょっと今止まらないんだよね。今日は大丈夫なんですか、逆に。俺、うん、俺まだ平気。あ、本当に、うん、すごい。俺もうダメだ。ほら、俺もう今すぐエデンに行きたいんだ俺。そんな言ったら俺も行きたくなるから。俺のオアシスが火を吹くぜ。いいよ、あそこの隙間で行ってきね。あれはパンドラです。いや、なんであげよっか。さあ、リハーサルでございます。うるそ。はい、いつも通り準備が終わり、リハーサルでございますね。はい、はーい、皆様準備はどうでしょうか。バンタンデース、バンタンデース、バンタンデース。お腹いっぱいです。俺はあの髪の毛がプードルみたいになってるから今。いいじゃないですか、かわいいです。バンタンデース、バンタンデース。ちょっと頑張っていきたいと思います。今日暑いよ、水飲んで。暑い。一部が終わりました。なんと差し入れでクーリッシュの差し入れをりょうくんからいただきました。インナーが欲しいということなんで、そのついででしょう。違う、これを本当はサプライズで用意したくて、インナーはついで。ありがとうございます。まあでもね、あの緑色のね、あのものを取るたびにやっぱり緑選ぶかって言われると、ちょっと選びたくなくなってきちゃうのね。本当は全部緑にしようと思ったんだけどさ、押し売りすごいなかった、うん、怖い。でもね、このアイス系のメロンってね、うまいのよ。うん、うまい、うん、うまいの。今日ね、タンクトップを絶対選ばないけど、今日はね、インナーでタンクトップ買ってみたら、うん、世界一似合わないよね。え、だからさっきも話してたように筋肉改造計画を YouTube でやりません？俺の筋肉に顔が、あの待って、脇の締め方。横に世界一タンクトップが似合う男が。あ、うん、確かに。タンクトップ、本当だ。タンクショップ、あの、どちらにせよ挟まれて不快かもしれない。どちらにせよ大胸筋が歩いてるよ。ほい、へ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 い、肩にちっちゃい重機乗せてんのかーい。二頭がチョモランマ、絶好調じゃん。あの、アイスがちょっとまずくなるね。レオの筋肉ルーレットやってよ。筋肉ルーレット、うん、
皮肉ルーレットってじゃんけんぽんだっけ。ピッ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 はい、今日はここにいる皆さんが主役です。大切な人に、友達に、家族に、そして自分自身にこの歌を届けましょう。それでは聴いてください。特撮ボーイズで、信じてれば夢は叶う。黙って俺らについてこい。チバラーメン食べてきたぜ。チバラーメンでチェコごちそうです。チェコありがとうございます。いや、あの自分らで払ったけど、そうしていいんだったらそうするよ。後で生産あの生産システムなんかないね。立て替えません。イエー、どちらかといえば俺のおごってください。昼飯とかはなんかリーダーにこうね、生産すればいい。そうです。こっちよ、このおっさんよ。俺でもさ、アイス差し入れしたから。そうですね、美味しかったです。ありがとうございます。今日もうアイスでお腹満たされないから。アイス担当、ラーメン担当で。いや千葉ラーメンは千代さんです。ありがとうございます。じゃんけんしよう。明日は2部で、厚木トレディスさん。また男気じゃんけんしますか。いやー、そうですよ。あそこ戦場ですから。いやクレープの戦いの地ですから。そうそうそう。じゃあちょっと中に入るから、じゃあまた明日頑張っていきましょう。いやポンポンポン。
Thank you.